さあ、これより第2クォーターに入ります。琉球ファーストダウンテイ。ナイスパス。クォーターバック7番プレーアクション、ランプレーアクションからそれをフェイクにしてワイドレシーバー3番にパス。裏を書くように相手のディフェンスの逆を突くようにして右オープンに展開した3番。ゲイン7ヤードほど獲得しています。琉球セカンドダウン3、ボールオン自陣42ヤード。さあ中央のランプレー入った。さあパスの逆を突く形で今度はランプレーを投入しています。密集点の突破を図りました。キャリア10番見事攻撃権更新としています。琉球ファースター、見事この3ヤードを獲得しました。ランニングバック10番はゴヤ。琉球攻撃権更新しまして自陣46ヤードからファーストダウン10。さあここでドロープレー、パスに見せかけたランプレーでキャリア10番に中央突破を図らせました。相手ディフェンス圧力ある中、オフェンスラインとともに前になだれ込んで約5ヤードの獲得となっています。ブロッカーを生かし、そしてブロッカーを信じたランプレーでもありました。琉球セカンドダウン5、ボールオンハーフウェイ。さあ今度は外へのパスプレー、先ほどのランをフェイクにしワイドレシーバー3番へのヒッチパス、真横に近い前パスを投じて3番のキャッチアンドラン、これによりまして約4ヤードのゲインとなっています。見事このキャッチアンドラン決めましたのは琉球3番の池口。琉球相手陣45ヤードからサーラウン残り1ヤード。さあその1ヤードをランで取った、琉球ファースター。文字通りランパス非常に巧みに操りましてランニングバック10番、今度はこの密集点を突破しまして1ヤード獲得し攻撃権更新としています。琉球ファースター、キャリア10番は5ヤでした。さあリズムに乗ってきたかと思われます。琉球この勢いのままエンドゾーンを陥れることが可能になるでしょうか。相手陣43ヤードから琉球ファーストダウン10。パス不成功、ナイスラッシュ。クォーターバック7番ここでパスを投じようとしましたがそれを見計らってエールズ9番が猛チャージ、あわやキュービーサック投じる間に仕留めるかというところでしたがクォーターバックなんとかかろうじて投げ捨てました。しかし結果的にパス不成功となっています。素晴らしいチャージをかけましたのはエールズ9番の梅本。琉球相手陣43ヤードからセカンドダウン10。パス不成功、今度は中へ切り込ましたレシーバーにパスを投じましたがこれはエールズディフェンス陣ナイスカバー、パス不成功としサードダウンにしています。さあサードダウン10となりました。琉球この10ヤード突破なるでしょうか。ボールオン相手陣43ヤード、琉球サーダウン10。
ス成功、ナイスパスカット。ここもパスプレーにより突破を図りました琉球。しかしこれはエールズ18番ナイスパスカット、パス不成功とし、フォースダウンに追い込んでおります。鮮やかなパスカットを決めましたのはエールズ18番の鎌本。琉球フォースダウン10、パントフォーメーションを選択します。パンターは50番の高見沢。マーベラス、ナイスパン。ここで高見沢が蹴ったボールサイドラインに出るかと思いましたが、絶妙なバウンドでゴール前1ヤードの地点まで進みまして、この位置で攻守交代となります。結果的にエールズ自陣1ヤードからの攻撃となります。この位置に追い込みました高見沢、素晴らしいパントでした。さあ攻撃権は得ましたが、エールズ厳しい位置からの攻撃となります。ボールオン正確には自陣2ヤードの位置となりました。さあまず中央へのランプレーを展開します。勢いに乗ってその総力で突破を図りますが、自陣失礼しましたナンバー34番、これによりまして5ヤード6ヤードの獲得となっています。スピードに乗ったランを決めましたのはエールズ34番の八木。エールズセカンドダウン4ナイスラン、ファースター。今度はハンドオプション、ハンドオフオプションでクォーターバック、ランニングバック21番にハンドオフ。この選択正しく21番左オープン展開しまして攻撃権更新としています。エールズファースター、素晴らしいランを決めまして攻撃権更新しましたのはエールズ21番の東浦。ここでホイッスル。ここでウォーターブレイクが入ります。第2クォーター非常にテンポよく攻撃を双方とも展開しておりますが、状況としましては第1クォーターの状況が変わっておりません。リードエフォートエールズ13点、琉球ガーデンライオンズ0点という状況で現在ウォーターブレイクになっております。この試合は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画として行われております YouTube ライブ配信となっております。この企画にご賛同いただけました各企業様、そして個人の皆様のその、ご寄付ご寄社によりましてこの企画は成り立っております。皆様のご厚情大変ありがとうございます。できる限りその期待に応えられるよう私もその配信に全力を尽くしたいと思います。アヤ・エドワーズ様、琉球の皆、ダディ頑張ってというメッセージがありました。チームの全員、そして選手として活躍しております多くの方々へのエールメッセージが込められております。さあウォーターブレイク解けまして試合再開。エールズファーストダウン10、ボールオン自陣14ヤード。
さあここは琉球ナイスディフェンス、好調なランプレーを投入しようとしました、中央トップを図らせましたが、しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入しておりました。琉球、なんとかこの試合をものにせんと意気込んでいるのか、それが若干勇み足を呼んでいるようです。従いまして5ヤードのバッタイ、オフェンスは5ヤード前進しファーストダウンやり直しとなります。エールズ自陣19ヤードからファーストダウン5。ナイスラン、ファースター、何枠21番トスを受けまして右オープンへのランプレー、相手ディフェンス殺到する中見事なステップワークで切り抜けまして攻撃権更新です。リードインフォートエルズファースター、東浦ここでも快速を飛ばしております。さあ、未だ好調なスピーディーな攻撃を展開しております。エールズボールオンを自陣38ヤードに戻しましてのファーストダウン10。パス不成功、ここでエールズはパスプレーに転じました。ワイドレシーバー87番にパスを投じましたが、これは琉球ダブルカバーで防いでおります。パス不成功でセカンドダウンに変わります。チームタイムここでエールズ前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。まずはエールズ、ここで一旦作戦仕切り直すためかタイムアウトを取りました。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって行われております。多くの企業様、そして個人様のご支援、ご記者、ご寄付によりまして、この企画は成り立っております。大変感謝申し上げます。さあタイムアウトを解けまして試合再開です。エールズ自陣38ヤードからセカンドダウン10。これは琉球ナイスディフェンス、ランニング枠にハンドオフして右オープン展開つかせましたエールズ。しかしこれは琉球ディフェンス陣がプレッシャーかけながら最終37番がタックルしましてゲイン2ヤードに留めております。見事なタックルを行いましたのは37番の王子。エールズサーダウン8、ボールオンは自陣40ヤード。
ラッシュ、ファースター。クォーターバックが右に展開したワイドレシーバー87番にパス。ディフェンスのカバーありましたが、87番見事に競り勝ちまして、このパスをキャッチ。攻撃権更新しました。エールズ、ファースター。見事なキャッチ決めましたのは、エールズ、87番の福山。エールズ相手陣入りまして、相手陣48ヤードからファーストダウン10。パス不成功。ここで再び87番にパスを投じました。しかしこれはディフェンスのカバーもありまして、パス不成功となっています。クォーターバック11番の井原、しかし絶妙のパス攻撃を展開しております。エールズ相手陣48ヤードからセカンドダウン10。しかしこれは琉球ナイスディフェンス。ここでランプレーを投入しました。キャリア34番の突破をかけ期待しましたが、これを琉球92番見事なソロタックルでノーゲイン。サードダウンと変えます。見事なタックルを行いましたのは琉球ガーディアンライオンズ92番のゲイブ・エルワーズ、チームキャプテンです。チームタイム琉球前半1回目。ここで琉球ガーディアンライオンズが前半1回目のタイムアウトを取ります。先ほどのキャプテンゲイブ・エルワーズのタックルによりまして、琉球の動きを止める形が可能になりました。ここで一旦ディフェンス勝負をするためにここでタイムアウトを取ります。さあ面白い攻防になります。サーダウンテン、ボールオン相手陣48ヤード。エールズはここでどういった策を投じるか、そしてそれを琉球跳ね返すこと成功なるか。エールズサーダウンテン。インターセプト、ターンオーバー。ここでエールズはパスによって突破を図ろうとしました。しかしそのパスを取りましたのは琉球8番。インターセプトにより攻守交代となります。ターンオーバー。見事なインターセプトを決めましたのは琉球ガーディアンライオンズ8番の根島。見事なインターセプトによって絶好の位置で攻撃を開始できます。琉球相手陣43ヤードからガーディアンライオンズファーストダウン10。パス不成功。ここでクォーターバック7番、右にいましたワイドレシーバー3番にパスを投じましたが、エールズ凄まじいチャージかけましてこのパスを阻止しております。琉球セカンドダウンに変わります。カフェロレ様ナイスのメッセージ、先ほどのインターセプト素晴らしかったです。琉球セカンドダウン10、ボールオン相手陣43ヤード。パス成功。クォーターバック9番、右に展開してボールをキャッチし、キャッチアンドラン図りましたが、しかしこれはエールズ踏ん張ります。ゲインは3ヤードに留めています。パスキャッチは9番の篠宮。
エールズサーダウン7、失礼しました、琉球サーダウン7、ボールオン相手陣39ヤード。パス成功。右に展開したランニングバック33番にパスを通し、ここからキャッチアンドラン図りましたが、しかしまだ攻撃権更新至っておりません。フォースダウンと変わります。先ほどのプレー外へ出ていたため時計は一旦止まっております。さあフォースダウン2でギャンブルに入りました。2ヤード前進しないと攻撃権喪失。さあ攻撃権更新なるか。中央へのプレー、しかしわずかに突破ならず、4回目の攻撃失敗となりましたので攻守交代です。ターンオーバー。エールズこの琉球の攻防を見事なディフェンスで阻止しまして、フォースダウンギャンブル失敗として攻撃権を獲得しております。ナイスディフェンス。さあ攻撃権取り返しましたエールズの攻撃になります。エールズ自陣34ヤードからファーストダウン10、前半残り時間は54秒。クォーターバック4番、プレッシャーを感じ右にロールしながらターゲットを探し、しかしプレッシャーからスクランブルに転じました。しかしその素晴らしいステップワークでこのランプレーゲインとしています。見事なステップワークを見せましたなクォーターバック4番の信弘。エールズセカンドダウン6、ボールオンは自陣38ヤード。パス成功。クォーターバック4番ここでディープゾーンへのパス、最初のターゲットでした選手はカバーされこのボールは弾かれましたが、その弾かれたボールをワイドレシーバー7番がキャッチしまして、パスは成立しております。ナイスキャッチ。エールズファースター、見事なキャッチしましたのは7番の米津。さあ先ほどのスパイクパスを叩きつけたプレー判定を現在審判団が協議しております。先ほどスパイクアクションをした際にボールが、まずかでのスパイクは前パスですので前に出ていなければいけません。しかし急ぐあまり真下に叩きつけました。結果的にファンブルの扱いになります。そのファンブルボールは当然ライブボール生きております。抑えました。琉球が攻撃権を奪取しました。琉球の攻撃に変わります。流行る気持ちがあだとなりました。わずかな精度、この部分もアメリカンフットボールに求められる部分です。さあこれで攻撃を得た琉球、自陣43ヤードからの攻撃に入ります。前半残り時間は24秒。琉球ファーストダウン10。
ス不成功。クォーターバック7番、ここでロングパスを投じようと構えましたが、プレッシャー殺到しましたため、そのギリギリの状況でパスを投げ捨てました。パス不成功でセカンドダウンに変わります。なんとかここを突破したい琉球ですが、スピードあふれるエールズのディフェンス陣、ここで圧力をかけます。琉球自陣43ヤードからセカンドダウン10、前半残り時間17秒。さあランプレーに切り替えましたが、しかしこれもエールズのディフェンスが殺到しております。ここでホイッスル。チームタイムアウト琉球前半で。琉球ここで前半2回目のタイムアウトを取ります。この配信は X2、X3 ウエスト全19チームの合同企画として行われております。多くの企業様、そして個人様のご寄付、ご支援、ご記者によりまして、この企画は成り立っております。皆様のご厚情大変ありがとうございます。さあ琉球残り時間9秒でタイムアウトを取りました。圧力厳しい中、しかし突破口を見出そうとしております。琉球サードダウン13、残り時間前半9秒。さあ右方向へのランプレー、キャリア9番スピードによって右オープン駆け上がりまして、攻撃権更新はなりましたが、ここで前半の時間がなくなりました。前半終了となりまして、リードエフォートエールズ13点、琉球ガーディアンライオンズ0点、エールズが2タッチダウンを上げる形でリードを取っております。